キュンフフフフニニニンハハハハお父さん、たまには頭の中で手合わせでもしねえとなまっちゃうかな。今のオラがどんだけやれるか相手してもらうぜピッコロ。その程度か、孫悟空。あるな、さすがピッコロだ。俺らもちょっと体はなまっちまったかな。全力で来い。はっ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 、余裕を見せているつもりか。余裕なんてねえさ、おめえと戦うのがワクワクするだけだ。減らず打ちを。全力で来い。全力で来い。この星もあと少しで攻め落とせそうだな。ラディッツ、貴様がしくじらなければもっと早く終わったはずだ。すまん。だから貴様は弱虫ラディッツと言われるんだ。次の星ではもっとうまくやる。またしくじった時は覚悟しておくんだな。
そうだ、思い出した。確か俺の弟カカロットが別の星に送られていたはずだ。貴様の弟だと？まだ俺たち以外にサイヤ人がいたのか。なあ、そいつを仲間に加えればもっとうまくやれる。貴様の弟ならそれほど期待できそうにないが、どこの星だ？そう、確か地球って星だ。しかしその地球を制圧したという報告もない。何をしているカカロット。嵐の予感、郷愁サイヤ人。